オッケー、振った。お、これぼちぼちや。やばい、やばい、これでかいわ。よっしゃ。どうも、のっぴーです。というわけで、本日もサーフに来ております。サーフでーす。人はいない。朝まずね、完全に寝坊しました。すでに人はいません。でも、あえてですよ。あえて。あえてと言っておきますよ。このあえて人のいない時に釣るっていうのが楽しいですからね。開放感もあるし、伸び伸びできますからね。まあ、朝まずめの時間は終わってますけども、やっていきたいと思いますよ。夏の釣り。今日もね、弓跳ねのテストをやっていこうかなと思います。40g ジグに弓跳ねというセットでやっていきたいと思います。めちゃめちゃ釣れますんで、これ。ほら、行きます。さあ、表層早巻きです。タックルはエザマジックネイティブマスターの 109ADS にサンキッシュの C5000XG です。おお、なんか跳ねてる。何あれ、なんか変わった。これは何や。シーレ、超極小の点々。ちっちゃちっちゃいけど一撃でしたよ。ちょうど目の前でイルカのように跳ねましたね。そこを通したら一撃でした。ペンペンシーラ。ペンペンにも程があるな、これ。めちゃめちゃちっちゃいですけどね。でも弓跳ねがっつりですよ、がっつり。ほらほら、このサイズでもね、余裕で食ってくるんですよ。釣れたかどうかも一瞬わからんかったぐらいでしたけど。一撃でしたね。どんどんいきます。弓跳ね 40g。 今ちょうどタイミング良かったですね、本当に。目の前にちょうど跳ねたんですよ。パッと見ペンペンというか、ベイトに見えたぐらいのちっちゃさだったけど、タイミング良かったな。可愛いペンペンが回ってきてるってことやな。ペンペンが回ってきたらいよいよ夏本番ですよ。大きく来た。食いました。ペンペンです。絶対にちっちゃい。これもあ、バレたか。あれ、バレてないわ。バレたかって思うぐらいちっちゃい。はいはい、ペンペンシーラです。原発の弓跳ねです。ちっちゃすぎるけど楽しいです。夏ですね。さあ、どんどん行きます。シーラ乱獲しようか。着水直後にロッド立てて元表層行きます。うぅ、おっしゃ、くそ、おっしゃ、あは乗らね。やっと乗りました。3度目の正直、ペンペンジャンプしております。ほら、弓跳ね恐ろしいぞ。ボコボコやー。ほら、お、サイズアップ、サイズアップ。ちょっとはサイズアップしてきたぞ。はい、やりました。ちょっとだけサイズアップ。まあ、言うてって感じではありますけど。弓跳ね連発ですよ。楽しいです。これが夏の釣りです。さあ、ではどんどんやっていきますかね。弓跳ね。沖の表層。いきます。うぅ、もうそこから当ってるもん。ほら、そこ当たってるよ。落ちパクに近いです。やべえ。楽しい。楽しすぎる。この大海原にフルキャストしてからの沖の土俵層、早巻きっていうのが最高にダイナミックで楽しいですね。夏ですね。夏が来ましたよ、ほんと。ほらほら、ペンペン祭りや。あ、外れた。そのままオートリリースでいきましょう。さようなら。ペンペンはすぐ弱るんで、できればあんまり陸に上げる時間は短い方がいいんで、オートリリースが一番いいです。さあ、ではどんどん行きます。ほら、ペンペン祭り行ってこいや。はい、着水直後に速攻竿を立てて表層早巻きすると、うい、当たってるよ。乗らないけどね。もう一回来るよ。ほら、乗った。ペンペン祭りジェイ。楽しいです。めっちゃ楽しいわ。最高やな。ロケーションも抜群やし、しかも人がだいぶ帰ったんで、貸し切り状態です。うぃー。こいつはなんか縞模様がすごい。ペンペン祭りです。弓跳ねが最強です。よっしゃ、どんどん行くよ。やっぱペンペンとはいえ、こんだけ釣れると面白いっすね。さあ、表層です。表層を早巻きしてると、もう速攻当たりが出ると思いますよ、これも。いや、もう飛びまくってるもんな。おら、食ったよ。これはちっちゃい。これはちっちゃい。あ、バレた。今ドラグもならんかった。もう目の前シーラ跳ねまくるよもんな。ほら、食う、食いよる、食いよる。ほら、食った。目の前です。足元でも食ってきました。そして後ろに3匹ぐらいついてきてる。全部このサイズやけど。ほら、爆鳥です。楽しすぎる。じゃあちょっと次色変えていきますね。あとこれバーブレスにしてる弓跳ねでいきます。ちょっともうね、めんどくさいんでね、外すのは。まあ、魚のダメージも考えて、ちょっともうバーブレスでいきます。同じ表層早巻きで。おい、当たってる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 けど食ったよ。ほら、さあ、バーブレスでも取れるか、この鬼シーラジャンプ。よしよし、ぼちぼちサイズ来たよ。ペンペンの中でも今日一の。バーブレスでもバレなかったですね。ふい、やりました。今日一バーブレス弓跳ね。よし、さあ、どんどんいきます。こんだけ釣れてますけど、これジグじゃ食わないですからね。これが弓跳ねの凄さなんですよ。やっぱこのベイトとか魚がちっちゃい時の弓跳ねはもう最強ですよ。最強。ん、食ってない。落ちパクじゃないか。なんか変な重さがあって落ちパクしてるよ。あ、バレた。落ちパクしてたよ。おうわ、落ちパクバラシからの追い食いじゃい。もうボコボコや。バーブレスでもバラさずに取れるか。
ういー、来ました。バーブレスでも問題なし。ユニハネ、バーブレスでも問題なし。さあ、どんどん行きますよ。まあ、弓角ってあるじゃないですか。弓角は回転するんですけど、この弓跳ねはあくまでもオーブンロールなんで、よりベイトフィッシュの動きに近いという特性がありますので、弓角でも当たらないときは、この弓跳ねかなりいいです。動きそのものが弓角とは全然違いますよね。おっしゃ、食ったよ。手前じゃい。ボコボコじゃい。さあ、オートリリースじゃい。さあ、じゃあどんどん行きます。もう基本弓跳ねは速度とレンジで合わせていくって感じですね。もう難しいアクションってあんまりいらないんで、基本ただ負けでいいんで、まあやるとしてもこうちょんちょんちょんぐらい、まあちょっとしたロッドワークでリトリーブにちょっと強弱をつけるっていうぐらいのもんでいいですね。あんまり激しいアクションはいらないんで。ほらほら食ってるよ。ほら手前じゃい。もう追い食い追い食い。あーバレた。くそー。ちょっともう一回行きます。そこ手前おるから手前にいるんで、もうちょい投げで言います。そこもう跳ねてるもんな、すでに。ほら当たってる、すでに当たってる、当たってる。ほら食った、乗ったよなんじゃこりゃ、ボコボコや、やばすぎます。ほらーい、ペンペン祭りじゃい。ほら弓跳ね釣れまくりですよ。どんどん潮が満ちてきて、手前でも釣れ出しましたね。ちょい投げでいいですね。こうなってきたら沖に飛ばす必要さえないよ。じゃあちょっと次は最初からちょんちょんちょん、ちょっとアクションつけながら行ってみましょう。アクションというよりは速度変化ですね。ほら食った、連発じゃい。連発のシーラー、これもちっちゃいな、サイズアップせんかな。ほらやりましたよ。青い空、青い海、そしてシーラー、楽しいです。弓跳ね最強です。かなり爆風になってきましたけど、どんどんやってきますよ。ほらでも夏にはこの風が気持ちいい、気持ちいい夏の釣りですわ。そしてこの誰もいない砂浜でこんな爆釣が味わえるっていうのがもう最高すぎるっすよね。やっぱどんだけ釣れてもね、僕人が多いところは行きたくないんで、貸し切り状態でこんだけ釣れるっていうのは最高ですね。よっしゃ食った。ほらボコボコだぜ、楽しいです。夏全開です。弓跳ね最高に釣れます。はい、どんどん行きます。ただ巻きで釣れるのがいいですよね。投げることさえできれば OK なんで、あとはただ巻きですよ。基本的に難しいことはしなくていい。ただ巻いてるだけでこうやって釣れるんでね。はいはいはい、連発じゃい。はい、連発にも歩道があるよ。マジで。もうやばい、20連発ぐらいしてるよ。ただ巻きだけでこんだけ釣れます。でもこれジグじゃこんな釣れないです。弓跳ねの威力。でもさあ、どんどん行きますよ。弓跳ね。投げる。競争早巻き。すると、速攻バイトが、うい。よっしゃー、食ったおいぐい弓跳ねだぜー。お、これはシイラじゃない、塩です。塩が釣れてくれましたよ。何でも釣れる弓跳ね。さあやってきます。弓跳ね競争早巻き、それだけです。うー、速攻当たりよる。うい、おいぐい、いやー、俺は乗った、ちっちゃい。おー、これはシイラや。連発連発、この開放的な海で一人きりで連発しております。これ最高ですね。はい、ペン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 祭り、バーブレスでもバレない。さあどんどん行きます。弓跳ね祭り。さあ表層早巻き行きます。気持ちいいっすね、この貸し切りサーフ、夏の海。これはシイラじゃない、超手前、塩かな。ほら塩だ、超手前で釣れました波打ち際で塩が連発、可愛いけどね塩。さあどんどん行きます。さあ弓跳ね行きます。表層早巻き、ほい。また波打ち際でヒットしました。食うとこ見えたわ波打ち際塩、塩連発です。弓跳ねです。チャートグリーン、でかいの釣りたいですね。最後でかいので締めたいわ。お、これはぼちぼちや、やばいやばい、これでかいわ。これはぼちぼちいくぞ。よっしゃ、うわーバレた、マジか、嘘やろ、ぼちぼちやったよ。今のシーラかな、よう引いたけどな、ペンペンの引きではなかったぞ。くっそー、バーブレス弓跳ねがここでバレた。こんな時にバレる、いいやつかかった時にバレるかね。くっそ、今の悔しいな。バーブレスやめますバーブ付き弓跳ねでいきます。ちょっといいサイズが回ってきたかもしれん、これはちょっとバラされへんぞ。でもちょっと今日は PE が 0.55 なんでメーターがかかると無理ですけど、
80、90ぐらいまでやったらいけるわ。で、こうやってバーブ付きに変えた途端また塵が食ったりするんですよね。ういういこれはちっちゃい。ほらね、やっぱりバーブ付きに変えた途端ちっちゃくなるっていうね。はい、これはチビ弁でした。そう、さっきぐらいのやつ釣りたいんだけど。はい、お疲れでした。というわけで終わりたいと思います。もうボコボコに釣れます。今もなお釣れ続けてるんですけども、もういいかなという感じで。さあ、今見てもらったようにね、この弓羽ねめちゃくちゃ釣れますんで、特にジグでは食わないような時、抜群の威力を発揮します。魚自体はね、でっかい魚でも食ってくるんですよ。要はベイト次第なんですよ。ベイトのサイズがちっちゃい時っていうのはかなり有効なんで、ぜひぜひ皆さんね試してください。もうジグではあんまり釣れないような中でも、この弓羽ねだけボコボコに釣れるっていうことがよくありますんで、まあ、この動画が出てる頃にはもしかするともう販売してるかもしれないんですけども、ぜひ皆さん弓羽ねでやつを満喫してください。ではまた次の動画でお会いしましょう。ソティでした。